はい、どうも皆さん、こんにちは。ゴーリオンです。はい、ということで今回はフランス語を学ぼう！イエイ！とは言ってもですね、フランス語の授業の動画ってね、いっぱい。邪魔やな、これ。とは言ってもですね、フランス語の授業の動画っていっぱいあるんですね。で、私は、まあ、フランス語を専門にやっている人ではないので、いや、これ発音ちゃうがなって言われたりとかね。まあ、これ間違っとるがなって言われることが、まあ、あるわけですよ。なので、まあ、ちょっとひねったですね、フランス語の学び方というか、フランス語の楽しみ方っていうのをですね、ちょっといろいろ企画しております。まあ、次回か、またその次かな、ぐらいから、皆さんと一緒に楽しくフランス語を、ちょっとひねったやり方で学んでいけたらいいかなと思っております。まあ、今回はですね、初回から急にひねったやり方をしても、まあ、急すぎると思うのでですね、普通に挨拶から入っていこうかなと思います。ということで、フランス語、挨拶編、いやー挨拶しましょう、皆さん。挨拶大事。はい、ということで、皆さん、突然ですが、フランス語で、おはよう、こんにちは、こんばんは、言えますか？言えますか？今、ちょっとね、気づいた方はいらっしゃると思うんですけれども、私、ちょっと意地悪な聞き方をしました。というのも、まあ、フランス語では、おはようと、こんにちは。ここに違いはありません。なので、おはようと、こんにちは。これは一緒で、ボンジョーと言います。で、これは皆さんね、聞いたことあると思いますし、こう、カタカナで表記するとね、より一層身近に感じることができるんじゃないかなと思います。まあ基本的にこのボンジョーっていうのはですね、まあ、だいたい夕方の6時ぐらいまで使っているかなという感覚です。でそこにね、まあ、明確な基準っていうのはないので、まあ、日本のこんにちはとこんばんはと同じでですね、まあ、そこに、この時間からはこんばんはって言わなきゃいけないよみたいな、決まりっていうのはないです。では、ここでこんばんはですね。さあ、皆さん、わかりますか？正解は、bonsoir です。で、ここで気になってくるのは、bonjour と bonsoir の bon ですよね。この bon の部分一緒じゃないですか。で、これは別に、bonjour っていう一つの単語なので、分ける必要はないんですけれども、どういう意味かなっていうのを調べるときには、ここ、bon と jour 切り取って考えると、bon っていうのは、良いっていう意味です。善とか、いいって意味のボンですね。で、ジョーっていうのは、日っていう意味なんですよ。なので、この場合は、良い一日をという意味になるんですね。で、ボンソワーなんですけど、ボン、まあ、先ほどと同じく、良いっていう意味になります。ソワーっていうのは、夜っていう意味なんですね。なので、良い夜をということになるんですね。で、このボンジョーなんですけども、全然全く違う使われ方として、誰々に、ボンジョーって言っといてね、みたいな感じで、誰々さんによろしくねっていう感じに使われます。例えば、お母さんによろしく伝えてねって言いたいときは、dis bonjour à ta mère みたいな感じで、dire っていう動詞の活用形なんですけれども、dis bonjour à quelqu'un。quelqu'un っていうのは、誰々に、という意味ですね。その誰々にの部分に、あたメールとか、あたファミリーとか、そういうのが入ってくる。ということですね。で、このボンジョーなんですけれども、まあ、親しい人だったりとかすると、サリューとか、ククーとか、いろいろ言い方が変わってきたりします。で、まあ、そういうのは、まあ、おいおい、やっていけたらな、と思っております。で、ここで必要不可欠になってくる挨拶が、ビズです。ビズって、まあ、ほっぺとほっぺを合わせてチュッチュッってする。まあ、ほとんどは2回なんですけれども、例えば3回のところもあれば、4回のところもあるみたいな。その地域によって、その回数は違うみたいなのがあるんですね。4回はちょっとしんどそうですね。基本的には2回ぐらいかなっていう感覚です。なんかどっちから行くみたいな決まりはないんですよ。なんか、こっちからとか、こっちからとか、あんま決まりはないんですけれども、これもね、おそらく地域によって違うと思うんですよね。パリに住んでる感覚としては、最初左側から行くことが多いので、要するに、まあ、左に傾けて、右の方向からビズする。
という感覚が強いんじゃないかなと思います。そして挨拶の後に必ずついてくるのがサバです。で、このサバなんですが、元気とか調子どうっていう意味があるんですね。で、très bien et toi とか très bien et vous とか pas mal、rien de spécial とかいろいろ答え方はあるんですけれども、まだフランス語に慣れてない人にとってこのサバの便利なところっていうのはサバで答えられるということです。サバ、サバ、サバ、サバという感じでですね、サバと答えた後に相手にもサバと聞き返すことによって普通に会話が成立するんです。このサバっていうのはとても便利なので、ぜひ使ってみてください。そして別れる時の言葉の基本はオーボワーです。まあここにですね、あつたるー、あでまん、あらんじー、あびやんとーとかいろいろ入るんですけれども、まあ、今回は説明を省きます。で、このオーボワーの後に別れ際にまたビズーってするんですけれども、これがまた親しい間柄になってくると、別に実際にしなくても口頭でビズーって言って別れたりもします。ということで今回の授業はここまで。もっとフランス語が知りたいという意見がね、来た場合にはもう少し深く説明していけたらなと思っております。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。最後に私が動画で使うフランス語2つだけぜひ覚えていってください。まず1つ目はオニバですね。オニバっていうのは英語だとレッツゴーっていう意味です。まあ日本語だと結構訳しづらいんですけれども、まあ行こうっていう意味ですね。そしてもう1つはアプリュースです。アプリュースっていうのはまたねーっていう意味なので、この2つは私の動画には頻繁に出てくるんじゃないかなと思います。ではこれからちょっとずつ一緒にフランス語を覚えていきましょう。それでは皆さん、アプリュース。